皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は元気にしております。はい。元気にしております。なので、元気なので、ビールを飲みます。いただきます。夜中の一人語りの始まりです。おいしい！おいしい。おいしい。おいしいな。ビールはおいしい。今日は作曲を結構頑張りましたよ。はい。作曲をね。はい。結構作曲頑張りましたね。どれぐらいやったかな。そんなにやってないですね。はい。ちょっとずつなんでね、僕ね。ちょっと一学期足すだけで休憩みたいな感じなんで、はいはい、そうですね、はい、まあいいんじゃないですか、それで、はい、別にね、締め切りがあるわけじゃないんでね、はい、そんな感じでやってますよ、はい、まあ休憩してる間にね、あのメロディー思いついちゃったりするんでね、はい、いいんですよ、それで。そうですね。いやー、今日はね、なんてことない日でしたね。はい。明日はね、収録が3つ入ってますね。はい。はい。そうですね。はい。大変です。全部で多分3時間で終わると思うんですけどね。はい。全部で3時間。3時間以内で終わると思うんですけどね。はい。そうですね。作曲にはあまり時間を使えそうにないですね。はい。そうですね。いやー、収録楽しいっすよ。はい。ちょ、一人だけね、あの、初顔合わせ、本当に会ったこともない。ツイッターで DM しかしたことのない人と会うので、はい、それはもうどんな顔してる人か、どんな話し方をするのかもわからないので、はい、楽しみですね。はい。はい。どういうことになるか、どんなことになるのか、楽しみですね。はい。一応ちょっと、あの危険ワードを1個潜めているんで、その人には飛び道具を1個用意してあるんで、それをいつ出すかもちょっと、まあ最初に出しといた方が多分いいかな。はいはい、そうですね。はい、飛び道具を先に出して和やかな雰囲気になってから収録といこうかなと思っております。はい。初顔合わせってね、あのよく相撲とかで使われる言葉ですよね。はい、初顔合わせ、つまり初めての対戦。相撲道、大相撲に入ってから初めての対戦相同士のことを初顔合わせって言いますよね。相撲の言葉から来てるみたいですね、初顔合わせ。はい、もう多分顔合わせって言葉もそこから来てるんじゃないですか。多分分かんないですけど、はい、分かんないですけどね。はい、証拠はないですよ。はい、そうですね。はい、いやー、そうですね。まあなんていうか、まあ今日は楽しかったですね。はい、まあちょっと残念だったんですけどね、残念なこともあったんですけどね、ちょっとね、はい、イチャイチャする予定がなんかちょっと仕事が入っちゃったみたいで、相手にイチャイチャできなかったっていう、そういう残念なお知らせがあります。お知らせ、知らせてどうするっていう感じですけどね。はい、知らせてなくてもいいだろう、そんなことはっていう。ただ残念なお知らせもあったんですよっていうことです。はい、その分作曲が進みましたよっていうことですね。はい、そうですね。まあそれはいいことじゃないですか。はい、作曲が進んだことはね、結局いい日になったじゃないですか。はい、
そうですよね。そういうふうにできてますよね、人はね。そうですね。まあ、頑張りますよ。明日は収録あるんでね。まあ、結構話すことがたくさんありそうなんで。一番最後のやつが夜の10時から23時なんですよね。結構長いですよね。長いじゃない。遅いですよね。まあ、けどね、その時間が一番先方にとっていいらしいんで。で、僕はもう時間は何とでもなる人ですから。ある意味、何とでもなる人ですから。睡眠時間さえ確保すればもう何とでもなる人ですから。もう全然大丈夫ですよ。そうですね。今日はね、ツイッターの可愛い子の動画ずっと繰り返して流れてたのが止まってたんで、ピクってめくったら、また別の、今度は綺麗系の子が今ずっと僕を見つめてますね、ここで。僕の古い iPhone で、僕をずっと綺麗系の女の人が、お姉さんが見つめてます。そうですね。やっぱ作曲にやる気が出ますね、こういう映像があると。がぜんやる気が出てきますね。ちょっともう一本撮ってきます。今日はね、あんまり笑うことがなかったですね。そうですね。いつだったっけ、笑ったの。今日の昼の一人語りでむちゃむちゃ笑ったような気がします。なんか笑いすぎたんじゃないかな、多分あれ。多分今日の話じゃなかったかな。笑いすぎましたね。そうですね。笑いに笑って笑いまくりましたね、自分の言ったことに対して。ひどいもんでしたよ、本当。まあ、ご興味のある方は見てみてください。ずっと笑い続けてるんで、1分間ぐらい。1分って長いですよね、笑うの1分長いですよね。黙祷で1分は短いですけど、笑うの1分は長いですよね。そうですよね。ちょっと長すぎましたね。けど、もう止められなかったですね、僕の。その感情が、込み上げてきた感情が止められなかったですね。ほら、また笑ってるじゃん。もう、僕にももういろいろね、もう悩み事がいろいろ多すぎてね、もう笑うしかないみたいな感じなところもあるわけですよ。一方で、まあ、日々の生活は楽しいんですけどね。長期視点で考えていった時にはね、もうちょっとね、もう悩みばっかりですよ。悩みばっかりですよ。そうですね。ほんとそうですね。もうやってられないですね。やってられないってことはないですけど、やってられないは違います。それは間違った言葉でした。間違った表現でした。ちょっとこう、気をもむ時間が長すぎるっていう感じですね。そうですね。なんとかしたいですね。そうですね。なんとかしたい。なんとかしたい。まあ、なんとかなりますよ。なんとかします。ですね。なんとかするの方がいいですね。なんとかする。悩みね。悩みは尽きないですよ。悩んでてもしょうがないこともありますからね。悩んでばかりいてもしょうがないことがありますよね。悩むことも必要ですけどね。たまには。しかし僕、フォーミュラワン、F1 が好きなんですけど、F1 の放送が最近時間が変わっちゃって、もうむちゃくちゃなんですよ。いや、日によっては22時から、
けど昔みたいに21時じゃなくなったんですよね。だから日本人にとっては辛いですよ。はい、0時回っちゃうんで、レース終わった頃には。で、次のカタールグランプリなんて夜中の2時から放送開始ですよ。レース終わるの4時ですよ。もう見ないかなって感じですね、はっきり言って。はい、もう見ないかなって感じですね。だからダゾーンはもう解約しようかなって気分になっちゃうんですよ、そうなると。はい、けどね、スーパーボールもね、ダゾーンでしか見れないんでね、今ね。はい、ダゾーンとあとゲームなんとかってやつ、けどダゾーンの方がコンテンツはいいんでね。はい、そうなるとね、どうしようかなみたいな感じになっちゃうんですよね。はい、NFL のなんかスペシャル番組とかも結構やってますしね。はい、なんかまあ結構見るものあるなみたいな感じですよ。はい、そうですね。だからその日見るテレビ番組は僕ずっとイヤホンで聞き続けてるんですけど、それ聞き終わったら今度はダゾーンをこうの NFL のトーク番組とか見るようにしようかな。そしたらダゾーン結構活用してるってことになって、まあ、契約続けてもいいかなっていう気分になりやすいですよね。はい、そうですね、そうしようかな。はい、そうしよう。ダゾーンは継続、はい、NFL のために、スーパーボールのために。はい、そうですね。そうですね、それがいいですね。そうしよう。うん、なんか X が有料化されるんですって。そういえばなんか全員有料になるとかっていう噂じゃないですよ、これニュースになってますよ。はい、本当かよって感じですけどね。だったらみんな使うのやめちゃうんじゃねえって、またスレッズ復活かみたいな感じになっちゃいますよね。はい、ねえ、 X って何だったんだろうねみたいな話になっちゃうんですかね。はい、X には夢があるらしいですけどね、いろいろね。銀行とたくさん今話してるんでしょ、 CEO が。ねえ、なんか決済サービスとかなんかいろいろやるみたいですよね。はい、なのに有料化するっつったらね、もうおじゃんじゃないですか、おじゃん。はい、ねえ、誰がバラしたか知らないですけど、ニュースになってますよ。はい、イーロン・マスクさん頑張ってくださいよ、応援してるんですから。僕テスラの株は買ってないですけど、はい、応援してますから。はい、僕ナスダックのインデックスファンドとか持ってるんですから、頑張ってくださいよ。はい、S&P も持ってますよ。はい、頑張ってくださいよ。はい、S&P 結構持ってますよ。そうですね。はい、頑張ってくださいよ。はい、X ジャパンはもうダメですけど、はい、X ジャパンはもうダメですよ。それヨシキが悪いんじゃなくて、まあヨシキのせいもちょっとあるかもしれませんけど、内情知らないで、まあけど全責任を年に負わせるわけにはいかないんで、まあそうですけど、けどほとんどの責任は年にありますよね。はい、年もおかしくなっちゃったんですよ、洗脳されて。もう洗脳は一回なったら解けないって言われてますからね。はい、またなんかおかしいことになっちゃっててね、もう X ジャパンもうダメですね。はい、もう終わりです。はい、もう僕の中では終わってる。はい、はい、復活したらむちゃむちゃ喜びますけど、僕は復活してライブしてくれて、アルバムとかリリースしてくれたらむっちゃ喜びますけど、けどもうダメです。 X ジャパンもうダメです。はい、もう YOSHIKI も他の活動の方に集中しようとしてますもん。もうシフトしてますもん、心が動いちゃってますもん、向こうの他の方に。はい、ワインとかの方に向いてますもん。それはいいんですよ、ワイン好きですから僕も。はい、ワインとか他のことやるのは全然いいんですよ。はい、僕だって投資家なのに YouTuber じゃない、 YouTube とか Vlogger とかやってますから、別にいいと思いますよ、自分の好きなことやってて。はい、別にね、やらされてるわけじゃないですからね、 X ジャパンはね。ただファンはね、ファンになんか言うことないですかみたいな、 X ジャパンもう終わりですとかそれ言えないですよね、言えないですよね。はい、だってなぜかっていうと、トシがチューブラリンだからですよ。
だって脱退するとも言ってないんですよ、ちょっと年は。脱退するとも言わないし、活動に参加もしないんですよ。はい。じゃあ何なんだよって。何なんだ、何なんだよ。何なんだよ、年。年はなんか、大文字小文字がむちゃくちゃですけども。何だよ。そ、自己主張が強いな、愛の大文字が自己主張し強いな、みたいな感じになってるじゃないですか。最後の大文字愛が、ちょっと自己主張強めって、愛って、私はって、歳だみたいな感じになってるじゃないですか、っていうところですよね、ほんと。はい。もうヒデが浮かばれませんよ、ほんとに。はい。ほんとですよ。ヒデが浮かばれないですよ、こんなんじゃ。ヒデが、まあ、神を僕が仮に信じるとしたらですよ、ヒデが天国で泣いてますよ、今の XJAPAN を見たら。はい。あーって、あー、杉蔵が入ってくれたらよかったよかったと思ってたのに、タイジは死ぬわ、トシはどっちつかずだわで、本当に。泣いてますよ、本当に、ヒデが。はい。まあ、ヒデもヒデですけど、はい。はい。真相を知ってる僕としては、ヒデもヒデだなと思いますけど。まあ、けど、ヒデなりの事情があったんでしょう。もう、こればっかりはね、はい。あんまり、責められないっていうのはあります。はい。けどね、そう。まあ、事情知ってるんでね、ちょっとね、最後のあたり、どんな私生活を送っていたかっていうのは知ってるんでね、僕もね。だから、まあ、バカ野郎、ヒデの野郎、バカ野郎っていう感じはありますけどね。あの、亡くなった、これも亡くなった人ですけど、アントニオ猪木さんばりに、バカ野郎って感じですけどね。はい。そんな感じですけど。けどね、トシ、お前、そのどっちつかずなやつやめろっていう感じですよね。もう、XJAPAN やめますって言うんだったら言えって感じですよね。はい。はい。そしたらもう、日本中の XJAPAN ファンが、カラオケの上手い XJAPAN ファンが名乗りを上げますから。はい。はい。大丈夫ですよ。はい。そうですよ。大丈夫ですよ。英語も上手い、英検一級とか持ってるカラオケのうまい、XJAPAN のカラオケのうまい日本人が、で、見た目も痩せてない背の高い日本人が、多分、入ってくれるんじゃないですかね。そう、杉蔵みたいな救世主が現れるんじゃないですかね。はい。もうそっちの方がいいかな、僕は。僕はもうそっちの方がいい。うん。そう。もう歳はもう、ダメだ。諦めよう。ヨシキ。もう諦める時だよ。いや、ヨシキは待つ人間。それは分かってる。ヨシキは自分から切るタイプではない。タイジーを除いては。はい。あと、インディーズ時代を除いては。はい。けど、ヨシキはもう年を切らなきゃいけない。最後の最後、もう中学生の時からの仲間、年を切らなきゃいけない。はい。ぶった切んなきゃ。ぶった切って、そして、新しいボーカル入れて、ツアーやるんだ。ね。じゃないと、ヒースとパタがお金に困ってるから。もう全員の名前が出てきてる。ねえ。そう。ヒースとパタがお金に困ってるから。はい。パタは手術とかして大変なんだから。もう、寿命が短いんだから、バーボン飲みすぎて。はい。僕みたいにビールにしとけばよかったのに、バーボン飲みすぎて。銘柄は知らないですけど、はい。バーボン飲みすぎて、前にインタビューで言ってましたよ。バーボンが一番好きかなって。
パタがバーボン飲みすぎてもうおじいちゃんみたいになってるから、はい、今のうちにやっとかなきゃダメでしょライブ。そしたらもう年はもう捨てようよ、もう。けどヨシキは捨てられないんでしょね、もう人情に熱い人だから、こういうところだけ、こういうところだけ人情に熱い人だから、もう計算もしてるでしょうしね。トシをクビにした X ジャパンが印象どうなるだろうって考えてんでしょ、どうせヨシキはね。そこまで考えてトシをクビにしてないんでしょ。けどそれじゃあ X ジャパンが動けないじゃないですか、身動き取れないじゃないですか。もう新しい人入れましょうよ、仮でいいから。杉蔵みたいにサポートメンバーとして入れればいいんですよサポートメンバーとして入れて、で後に正式メンバーになるというあのルートをたどればいいじゃないですかね。え、はい、文句なしの人で、え、その人のいいところ、いやー年とは違って英語がうまいからって、英語の発音がしっかりしてるからって言ってあげればいいじゃないですか。そしたら年も諦めがつきますよ、はい、ねえ、そうやってやっていきましょうよ、ヨシキ。ねえ、ヨシキ。ヨシキ。ヨシキ。林ヨシキ。ねえ、頑張って。ほんと。林ヨシキ、頑張って。木は僕のヒロキの木とヨシキの木は同じ感じですから。ちょっとだけ、ちょっとだけ共感してるんですよ。漢字が一緒だから、はい。他は全然違いますけどね、はい。そう、ヨシキ、頑張れよ。決断しろよ。お前がボスなんだから。ボスは苦渋の決断をしなきゃいけないところこともあるんだよ。年を捨てろ。と言ったのは悪かった。だったら、年は放っておいて、放牧して、年を放牧して、そして、サポートメンバーを入れるんだ。うん。はい、あ。いいよ。たくさんいるから、X ジャパン歌えるやつ。はあ。いや。ね、いるから、いるから。トシもいいボーカリストだけど他にもいるから。日本中、日本には11位、人口11位だから。1億2000万まだいるから。あ、2000万切ったのか最近。え、切ってない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 、切りそうっていう話だった。うん、まだいるから。他にも人がたくさんいるから、はい、やってよ。アルバム出そうよ。はあ、ね。アルバム出そうが、ブルーブラッドの曲をまたやるんでしょ？それも分かってますよ。そう。そうなの。ライブでやる曲は必ずブルーブラッドが多い。それも分かってる。それも分かってるよ。うん。結局ブルーブラッドなんだよ。X ジャパンは。X なんだよ。X ジャパンになってからは変だよ、行動が。うん、なんかもう仕事みたいになってる。仲間って感じじゃない。うん、そうそう。ヨシキが世界ばっかり見て、世界進出ばっかり考えて、ジェラシーを作って、そして英語の発音で都市を攻めまくって、で都市がそれで拗ねて宗教に走った。これが真実です。はい。だから、ヨシキにも問題がある。けど、トシにも問題がある。そして、X ジャパンは、ジャパンがついた時点でもう X じゃない。そう。けど、X 時代の曲ばっかりやってる X ジャパン。はい。もう僕は悲しいね。はい。僕が初めて買った CD は、
バニシングビジョンとブルーブラッドの2枚同時購入ですよ。はい。僕が初めて買った CD は X なんですよ。はい。それまではラジオで流れてる曲をカセットテープに録音して聴いてましたよ。いろいろ、いろんな曲をね。いろんな曲を。はい。そうですね。はい。けど X を友達に紹介されて、年下の女の子に。はい。年下の女の子が X にハマってて、はい。それで僕もハマったんですけど、はい。で、CD も買いましたよ、すぐに。今買える CD を全部買うって言って。そしたら、X のファンクラブの人しかもらえないクリスマスプレゼントのトークシングル CD もくれました、僕に。はい。あれ、どこ行ったのかな？ああ！売っちゃってる！ブックオフに売っちゃった。はい。まあ、あんなの聞いてもしょうがないですけどね。ただのおしゃべりなんでね。はい。けど今持ってたら高いだろうなあれ。今持ってたら高いだろうなあ。いやー、ブックオフに安値で買われたか。まあいいや。そんなことはいい。ちょっとすいませんね。旧ツイッターの X から X ジャパンの話になってしまって、また X の話に戻るという、別の X の話に戻るということで。はい。ちょうどそこで、飲み終えました。今回の配信は以上となります。また、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。明日ご覧になる方、おはようございます。そして、良い一日を。